日本鹿児島県薩摩仙台市、小番茶屋町木場茶屋町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町小番茶屋町、川内市木場茶屋町。郵便番号は895-0034。人口は130人、世帯数は62世帯。薩摩仙台市の南西部に所在している。阿座駅の北方には、薩摩仙台市小城江町、南方には、 一菊式の市セリケや西方には薩摩仙台市宮湖町、東方には薩摩仙台市川長野町がそれぞれ接している。浅井駅の中央を鹿児島本線が通っており、地域には木場茶屋駅が所在している。それに沿って国道3号熊野城バイパスが中央部を通っており、東部を国道3号が通っていたが、熊野城バイパスが開通したことにより、 川長野町から小番茶屋町までの区間は2011年12月20日に鹿児島県道320号百0木場茶屋線に指定された。西部には南九州西回り自動車道が南北に通っており、とトンネルがある。木場茶屋という地名は木場に、半生時代頃藩主が参勤交代などで登場する際の休憩所が置かれていたことに由来する。また、 木場茶屋という地名は、南独地名であり、東京道出版の南独地名辞典には、小判茶屋町として掲載されている。1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小波区域変更により、大技にしてを廃止しそれの区域中自瀬戸山、木場木場玄、西笹間、前田、小吹、 あざわらびはさまのうちの区域を、小番茶屋町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町を大あざにしてのうちあざ瀬戸山、木場、木場原西はさま、前田、小吹の全域及びわらびはさまの一部の区域をもって、川内町の町、小番茶屋町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、 川内市となった。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、稽道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法廷合併協議会において川内市の町、地については現行通りとすると協定されたため、 名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。